情報がまだまだ少ない中ではありますがどう向き合うべきなのか考えていきたいと思います、えー、ここからは日本小児感染症学会理事長を務めていらっしゃいます長崎大学の森内裕之教授にお話を聞きます森内先生よろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いいたします、えー、まずこのどんな症状を引き起こす病気なのかまとめてみますはいまずですね肝炎とは何かと 言いますと肝臓の細胞が破壊される病気で、まあ、ほとんどがウイルス性なんですけれども他にもアルコールですとか薬によって引き起こされる場合もあります症状としては横断腹痛食欲不振嘔吐などといった症状が出ますで今回の肝炎急性肝炎の特徴というのはですね 子どもに重篤な肝炎の症状が多いというところで世界21カ国少なくとも248人がかかった、まあ、確認されていますでうち21人は肝移植が必要な重篤な症状ですでに4人が亡くなっているとということなんですね、はい、森内さんに伺いますあの、まあ、たくさんのお子さんをです、ね、診察してこられる中でその子どもが急性肝炎によって重症化するというのはやはり珍しいことなんでしょうか。 そうですねあの私たち小児科医が原因不明の急性肝炎のお子さんを見ることは結構ありますけれども、はい、ただ、ほとんどは自然と治っていきます、うん、今回みたいに肝臓移植が必要となるような人がいっぱいいるようなこういうものっていうのは非常に珍しいいと思います、はい、その原因不明とされる中ではありますが急性肝炎になった子どもには共通点もあるようなんです。 急性肝炎になった子どもたちの中にはです、ねえー、アデノウイルスに感染した子どもが多いという特徴がありますでアデノウイルスとは一体何かといいますと100以上の方があるんですけれども、えー、病気としてはです、ね、例えば、えー、流行り目として知られますけれども流行性角、えー、結膜炎流行性核膜炎ですねそれからあのプールを介して感染をするプール熱。 それから感染性の胃腸炎といった原因にこのアデノウイルスはなるということなんですが、えー、アメリカのです、ね、アラバマ州で検査をした9人は全員このアデノウイルスに感染をしていましたでイギリスでも検査をした53人のうち40人がこのアデノウイルスに感染をしていたということなんですね。ね WHO 世界保健機関もアデノウイルスが 変異した可能性もあるというふうに指摘をしています。はい。えー、モルチさんはこのアデノウイルスとの関連というのはどういうふうにご覧になってますか。はい。あのアメリカやイギリスでこのアデノウイルスの型までしっかりと分かったものは41型というまあ、感染性腸炎を起こすようなアデノウイルスだということが分かっています。はい、ただこれはあの免疫の力が非常に落ちている人、例えば移植のあととかそういうふうな人であれば。 肝炎を起こすことがあるんですけれども、健康なお子さんで、このような重症の肝炎を起こすということは知られていません。まあですので、このアデノウイルスで起こったと単純にこう断言することは、現時点では難しい。何かプラスアルファの要因が加わっている可能性が高いと思います。その WHO がですね、可能性の一つではないかと指摘している、このアデノウイルスの変異という可能性については、どう考えますか。 はい、アデノウイルスというのはあのコロナウイルスとかインフルエンザウイルスみたいに簡単に変異をするものではないと思います、まあ、ですので何かこういう重症の病気を起こす変異が起こったとしても、まあ、世界のあちこちで同時多発的に起こることはなく、まあ、どこかで起こったものが世界中に広がっていく形だと思います。しかしか今ののの国境を越えての人の移動が少ない中で あの便の中に出てくるウイルスが口の中から入って広がっていくものですけれどそれがこんなに広がっていくということを考えるのはちょっと難しいのかなとも思っていますうんなかなか原因を特定するのは難しそうではありますけれどもどうでしょう、他に何か考えられる要因というのはありますでしょうか。 はい、あの先ほどの,の VTR の中でもアービング教授が言われていたように、まあ、ずっとあのコロナ時代の中でいろんな感染症対策をしっかりする中でちっちゃい子どもたちが、まあ、本当であれば子どもたち次から次に風邪とかいろんな感染症にかかりでそれに対して子どもたちは生まれつき身についている自然免疫という仕組みが働いて対応するんですけれどもそれが全然働きがあの発揮できないような形で何年も過ごしているとその自然免疫の力が 少し弱っていく可能性はありますそういう中で突然何か感染症にかかった時に思いのほか重症化するという可能性はあると思いますけれどただ他にもいろんなウイルスがそういう形でかかって特に重症化したという事例はあの報告されていませんので、まあ、それもあの現時点では可能性の一つととといいうことになると思います、まあ、あの不安に駆られる保護者の方も多いと思うんですけれども、まあ、今できることどのような対策を取る,と取るべきだというふうにお考えでしょうか。 特にあのこのアデノウイルスの41型といわれるものはまあ便の中に出てきたウイルスが口の中に入ることで感染をしますですので今、普通にコロナ時代に行っている私たちの,この感染対策をきちんとすることによって防ぐことができますただ1つだけ落とし穴としてはコロナウイルスとかインフルエンザウイルスはあの石鹸とかそれからアルコール消毒に結構弱いんですけれどもこのアデノウイルスは十分にこのアルコールだけで消毒することができません。うん ですので、まあ、石鹸を使って、あの、流水で、水で、こう、洗い流すような形で、ウイルスを落としていくという必要があると思います。ただ、あの、そこをきちんと行う限りは、決してそんなに感染しやすいウイルスというわけではありませんので。あの、過度に恐れる必要はないと思います。はい、ありがとうございました。ここまで、長崎大学の森内教授にお話を聞きました。ありがとうございました。テレビ朝日、夜のニュース番組をスマホでも。 TVer で生配信しています。